ここか、合流するんだ。なったな。完全に林道って感じになってますもんね。なんか今回のやっぱこの今年の名所、今年のうちにはある程度酷な道を通る定めなんでしょうね。うわ、やっぱり夜だったら絶対怖えわ。今でも結構怖いけど、よかったわ、あんな朝の4時とかに出ようとしなくて。多分カーブミラーがもう閉めて見えなくて全く何にもできなかったでしょうね。あ、ライトはフル稼働ですよね。ここはここソーラーはソーラーであるんだ。へえ。まあそうですよ、三角点に向かってるわけですから、ほぼほぼ頂点に向かっていく感じですもんね。それは登りますわな。立派なソテツも生えとるわ、そりゃ。おお、でも開けた。おお、一気に広くなった。このまま広くありますように。あ、しかしすごい登りだ。40キロまで達しない車が。あ、そうか、エアコン入れてるのもあるかな。あーに細くなるの、また何だったのこの石、つかの間の人たちも。になってしまうとちょっとね、7時からね、今日スターステールのね、活動22周年記念したね、生ステをやりますんでね、と生放送番組を7時からやる予定なんで、夜のね、それまでには声で書いてないとダメですからね。この横、あの木が生えてるんで分かりにくいですけど、土崖ですからね。それにしても相当登ってるぞ。おー、開けた。いやー、登ってるなこれ。よくこんなところを歩く前提みたいに書いてたよな、本当に。すげえな、あれ。こんなこと見ちゃう。なんかさ、老樹林っていう名前らしいですよ。老いた木の林らしいです。危ねえのか、あれ倒れてるもんね、木。マジか、怖いな。なるのか、うわー、見えるという口してていいな。そう、これね、ちょっとはーっと
っすなこれ。おお。いやこれはどうだろう。まさか朝の8時前にハイビームたくことになると思わんかったぞ。知ってないの。なんだこの登り道。さらに勾配きついんだけど、何パーセントあんのこれ。うわ、なにこれ。カメラではすっげえ分からんと思いますけど、俺アスファルト道でこんな勾配初めてだわ。いやほんと南高の坂並みあるぞこれ。わあ、なんて書いてあったんだ、忘れたい。もうちょっと字が読めなくなっちゃってましたもんね。よっしゃー、お、広いところ来た。はい、無理ゆっくりで行くぞ。行くぞ。あー、広いと明るくもなるんでいいですけどね。もうすぐ、あ、風です。すぐね。もう、また、狭くなるのね。ですよね。何なんでしょうね。今後、どんどん広くしていく予定はあるのかな？めっちゃ変わっとじゃん、これ。っていうか、さっきから、いいタイミングですれ違ってるから、まだいいけど。さっきの BRZ もすれ違う位置ずれてたらやばかったもんね。おお、ベリーハートじゃん。エクストラベリーハートじゃんこれ。もういやー、きついきついなー。結果もともと体力ゲージがそんなに回復しきってないところからだからやべえよー。どこまで続くのこれ。チューラーレールじゃん、この道は。あー、この道も疲れる。あー、でも景色としてはまあね、いい感じっちゃいい感じだけど、あーにゃにゃにゃーと疲れるな。いや疲れるぞこれ。うん、まだこの後サルタヒコ神社と神宮町公会行くんだろう。おい大丈夫かいこれ。ああ、落葉で滑るぞこれ。気をつけないと本当に。ああ、ノーカット版出そうかな。お蔵入りの方でノーカット版出したろ。それだけ大変だったかな。これ編集だったら多分、あー結構カットになるんだろうけど、きついだわこれ。きついわー。あー、どこまで行けばいいのこれ。あーすごい道だなこれ。
たはいいけど、これトイレあるんだろうな。標高が上がってきてるんでね、まあまあ体内の気圧が、圧がほぐれて、うわ高っ。考えてみたらずっと登ってんだもん、それは高いわな。うわー、また下らないと決めたようなこと、普通だわ。やっべえ、想像以上にハードだなこれ。これもハードね。でこれ急登だったんでしょうね、左側がお腹でねくれくれだったのを多少こういう風に、道をね少しずつ改善はしてるみたいですけど、 10.5km ってキロメーター表示が出たけど、キロポイントが出たけど、 10km 来たってことかな。まだまだ登るのね。登るね。うわー、舗装がなんか舗装が力尽き、カーブミラーもちょっと曲がって力尽きてきてます。大丈夫これ、7、ここは曲がり曲がって7曲がり、いやー曲がりまくってますからね。こっちでいいのか。